パリ五輪のメダル劣化問題が波紋を広げている。現地時間8月8日、スケートボード男子ストリート銅メダリストのナイジャ・ヒューストン、米国がインスタグラムでまるで戦争に行って帰ってきたかのよう、どうやらみんなが思っているほど上質なものではないらしい、などと告発し、物議を醸していた今大会のメダル。現在も同問題の余波は収まる気配がない。動画、 東京の金メダルは未だ輝く。パリ五輪との比較動画をチェック他のオリンピアンから国評が相次ぐ中でさらに今回、不満を漏らしたのは、ローイング男子ダブルスカルドーメダリストのデアリンチ、フィリップ・ドイル、共にアイルランド、だ。現地時間20日、母国のテレビ番組、アイルランド AM に出演すると、自身のメダルが大会側に回収され、別のものと交換されたと明かしている。まず番組内で、 僕のはボロボロ。下の層がほとんどなくなってしまったと話した26歳のリンチ。金、銀、銅と3種類で特に不評が目立つのが銅メダルだが、この点には他の選手も賛同しており、一部の金メダルも問題のようだけど、中でも銅メダルがひどい問題を抱えているようだと指摘した。さらに31歳のドイルは、僕のは手元に残しておきたかったんだけど、 調査のたため回収されることになったメダルのどこが悪いのか調べたいらしいとコメント。選手たちの訴えはパリ五輪組織委員会の広報担当者が認知しており、メダルの製造・品質管理を行うパリ造幣局も条件付きで交換に応じる姿勢を示している。4年に一度の舞台で手にしたメダルがわずか数週間で劣化。今回の問題解決には まだまだ時間を要しそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。